いい大人がそんなことやってどうなのかなってね、そんな感情をね、あっちこっちに出しすぎても、っていう感じかな。まあまあそれ人それぞれですけどね、人を傷つけるとね、ぼうこえんさん、そういう配信はバンされないかな。バンされるかもね。増田さん、よももさん、多分警告来るかと思って、とんでもないとこ行ったね。はぐりさん、のこのさん、こんばんは。ミロライダー、僕は暴言、人の悪口を聞き続けないようにしてます。聞き続けないようにして、精神衛生上悪いって、そう、全くその通りです、ボブちゃん。うん、私もそう思います。だからね、もうあんまり、そういうのはもう好きじゃない。っていうか、現実世界で、多々多いじゃないですか。そう、だからあえてね、 YouTube とかまでそうなっちゃったら疲れますよ。そう、所詮顔も分かんない人たちですからね、だったら楽しい方がいいですよね。みんなで楽しんだ方がいいし、みんなでプラスになる会話した方がいいし、いろんな経験されてる人たちがみんないるじゃないですか。こういうものには俺は得意なんだ、私はこういうものはすごくよく理解してるんだとか、好きなんだとか、いろんな方がいっぱいいるじゃないですか。たくさんいる中で、そういった中からこういろんな勉強させてもらうって、楽しみながらそういう会話ができるっていう、そういうのが一番いいと思います。で、カッコつけてますけどね、ちょっと私、ミロライダー、ママさん、ボコエンさんだろうね、ハチさん、YouTube 側が縦配信を推進しているみたい。そうですよね、私来ましたもん、縦配信しますかって。だからよくわかんないけど、じゃあ YouTube ライブあんまりしたことないんですけど、 YouTube ライブそのままやったらこうなっちゃいました。来てるリスナーさんわからないですもんね。なるほど。カレンさん、カレン、ヘロー、ミオカレンさん、ハロー。ママさん、感情的になりそうなら配信止めた方がいいと思う。私のフレンドさんいるけど、そうそう、そんな感じ。ラビラビさん、見てください、爪。キラ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 。でで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 こんな感じです。ママさん、うんこ。ヒハさん、人を怒される人はアホ。そう、怒る人は自分のことを偉いと思ってるんやろうなって。さんまが言ってた。まさしくその通り。ヒャーさん、まさしくその通り。タクジさん、賛成。俺も賛成。じゃ、うんこ持ってる。ゆみちゃん、ブラちゃん。爪きれいけ、ブラちゃん。おしゃれ、おしゃれよね。50過ぎてのおっちゃんでもおしゃれないよ。僕、タクジさん、ハチくん、ハチくんさんどうも。こんばんは。ももちゃん、ハチくん。四姉妹のさん、ヒャーさん、そうですよね。ハチくんさん、マスター。ハチくんさん、こんばんは。ミスター、ボラック。いやいやいや。ボラック、誰かな。キャハさん、爪がつるんぴかやん、つるんぴか。ね、四姉妹のおばさん、ハチくんさん、こんばんは。ハチくんさん、こんばんは、ハチさん。ハチさんからハチくんさん、こんばんはね。ハチくん、こんばんは。マスターさん、ハチくん。さあ、ハチさんを消そう。マスター。あなたにはその力がある、マスターには。ハチさんを、タイムアウトできる、あなたにはその力がある。ママさん、ブラザーさん、おしゃれ。うんこ。いえいえ。ハチさん。ハチキンさん、ボブさん、ボブさん、ボーコさん、ボーコさん、ハクリュウさん、ハチキンさん、こんばんは。マスター、ボブさん、ねえ、よし、やばい、10時になっちゃう。そろそろ帰ります。お店がもうすぐ閉まります。皆さんありがとうございました。それでは失礼します。これどうやって切ればいいの、これ切り方が分かんねえや、これ誰か切り方教えてください。 YouTube ライブってどうやって切ればいいんですかね。 YouTube ライブの切り方教えてくださいね。 YouTube ライブってどうやって切るの、これね、誰か YouTube ライブの消し方教えてください。お疲れ様ですね。 YouTube ライブの消し方教えてください。誰かどうやって消すの、これで、ちょっと YouTube ライブの消し方教えて。どうやって消すの、これ
終了ってないですよ。終了とか退出が